1979年の秋に新聞記者いろんな人に会うんですけども、まあその中で、日本海の方で変なことが起きていると。 The day's morning、my mother called me、called my brother didn't come home。あの浜辺歩いてね、名前呼びながら走ってましたからね。お父さんも棒を持っていろんなものこう落ちてないかと思って、こうめぐみちゃんの持ち物がないかと思ってね、毎日探したり。これはアベック3区に謎の蒸発、そのまま間もなくしていなくなったと。変な事件、変でしょ。助け出せなくてごめんなさいって意味が大きい。早い時期にね、脳に助け出せなくてごめんなさい。本当に元気な子で、もう元気という元気印っていう感じでですね、声が大きいし、いつも走り回ってて、お庭が好きで、庭外のなんていうかな、石ころとか枯葉とか枝とか、そういう木とか動物とか、もうそういうものが、自然が好きなんですね。悪いことしてないで、みんな元気で楽しく暮らしてるのに、なんでこんないい子が消えちゃうんだろうって、本当消えちゃったんですよね。まあ私の姉は13歳の頃に、その日もこのバドミントンクラブに入った練習の後に拉致されたわけですね。まあ毎日こういう学校での体育館の中で練習をして家に帰ってきた。なんでこんな遅いんだろうって、おかしいねって言って、学校のまっすぐに行けば学校なんで、中に入っていったら、そのバドミントンをやってる体育館の電気がまだついてたんでね、門のところにいらしたの学校の方がいらしたんですけど、バドミントンの女の子たちはもう帰りましたかって言ったら、もう6時かちょっと過ぎ頃にどこに帰りましたよって言われたんで、もうびっくり予定して、それでもうこれ大変だと思って、それからもうなんかもうこんななっちゃってですね。大きなったのに本当にそんな拉致なんて、そんなされるなんて夢にも思ってないもんね、神戸外大のね2部に行ったんです、夜間に。それを元にね、もう自己承諾、もう絶対に私たちは行ったらいかんって反対したんです。一人ですからね、これに関しては一歩も行かなかったんです。1年だけだから行かして言って無理に行ったんです。だから5年間ね音信不通だったんです。5年目に手紙が来たんです。北朝鮮にいるということにね。北朝鮮による拉致は日本、韓国のみならずアジア、欧州、さまざまな地域に及んでいるという疑いが提起をされております。日本では、政府が認定しているだけでもですね、5人の帰国を除けば17名の拉致の認定の被害者がおられる、それ以外にも北朝鮮による拉致の可能性が排除されない事案として800人を超える方がおられる。拉致問題というのはですね、この拉致をされた方々の貴重な未来、夢を断絶する、そして家族とのかけがえのない時間を切り裂いていくという。甲一郎、これが上のお姉ちゃん
この2人がこの子供で、この子供を 見てる優しい眼差しはね、決してこの子たちを置いて北朝鮮に行ってみたいなんてのはいいはずがない。まあ、元々はその池袋 そのアパートで親子3人で暮らしていて、で子供、まあ、自分我々子供を1回その、まあ、保育園に預けて、で彼女は仕事に行ったと。でその後で、まあ、その保育園から、まあ、そのうちの親父、まあ、その要するに飯塚茂雄に対して、あの全然1週間その子供を引き取りに来ないんだけれどもというのは連絡がありました。でその後で彼女がその1ヶ月もすれば帰ってくるんじゃないかというところの淡い期待を持ってずっと待ってたんですけども、それが全然帰ってこなくなったと。この子を、うん、養子にして戸籍上を作ったわけですよね。でこの上のお姉ちゃんは私の妹が、戸籍入れて生活を育ててきたと。育ての母親以外に、まあ、いるっていう知ったのは21、22の時なんで、その母親が北朝鮮に拉致をされ続けていたままになっているということ自体にも衝撃を受けましたから、ちょっとな混乱以外何もでもなかったです。いい意味で明るすぎるっていうところもあったという話は聞いてるんですけど、他の人から聞く話っていうのはもう伝え聞いてるだけであって、まあ私としては実感はないですよね。夜だから、ね、そんな人もいないし、この道を連れてきて、暗くなってだから8時ぐらいじゃないですかね、暗くなる。その時はまだほらラジットも何も分からなくて、全員で2日か3日、3日間ぐらい捜索に出たんですよ。The abduction project was a project to bring Japanese to North Korea with the hope first of converting them to believing in Juche thought and North Korea and the aims and the goals of Kim Il-sung's revolution, and then getting to spy on behalf of the North Korean regime. When that didn't work out,they were used to train North Korean spies to pass as Japanese. So they were instructing them in Japanese, and not just in Japanese language, but they were instructing them in Japanese culture and mores and sort of social life so that they could truly pass as Japanese. 対艦航空機爆破事件1987年、翌日パルパルがソウル五輪で、キム・ヒョン氏が捕まってソウルへ連行されて、で88年の1月15日にキム・ヒョン氏がテレビ記者会見をして、日本から拉致された女性リ・ウネという女性に日本語日本人化教育を受けたと。3月だったかな、だけどこんなでっかくアメン人のそのめぐみさんを平壌で見たというインタビューをこの人に。韓国から公安当局への非公式の情報によると、亡命工作員は韓国の公安当局にほぼ次のような証言をしていると。昭和51年か2年頃、13歳の少女がバドミントンの練習を終えて帰宅する途中、日本の海岸から北朝鮮へ連れ去られたと。今度はみんなテレビもメディアもみんな追ったんです。後追い報道しました。日本中にニュースが流れたんです。ここからしばらくしてですが、初めて拉致被害者の認定というやつを、まあ、発表した。でめぐみさんもその中に入った。初めて生きてるっていう確信を得て、でどこにいるということが分かった以上は帰ってこれるだろうという期待を持っていました。つまり拉致問題というのはもう事実だということが、で急速に世論が高まって、そんなねことやっぱ本当にあったの。その頃には救う会もできて、全国に組織ができて、国会でも初めて
決議なんかして、2002年の3月です。小泉法相より前です。それは金正日が犯行の小泉法相の時に拉致を認め、動機まで喋ったわけですよ。拉致の動機を、一つはスパイに日本語の勉強をするために日本人に連れていく、で一つは日本語を考えたけど、たくさん教える人いるんですよ。日本語を教える云々じゃなくて、なんでこうするんだと、拉致戸籍入試が目的、これは人に成り代わるということなんですよ、戸籍入試というのは。1960年代半ば以降、日本人の戸籍を日本で取って成りすましてという事例がいくつかあるわけね。それで外国や日本人なんだ。そのためには拉致ということに、やっぱり On October 15th, 2002The five abductees, the Chimuras, the Hasuikes, and Misoga, returned to Japan. その飛行機のタラップの一番奥、最後に姉がもしかしたら降りてくるんではないかっていうことをみんなが期待してました。当時父親はタラップの下で帰ってくる5人を写真カメラを持って写していたんですね。なんとなくその5人の姿に自分の姉の姿をダブらせて、タラップから降りてくるんではないかっていう期待を持って、多分カメラを持っていたと思っています。When they came back, the thing that had been happening for 25 years, which the mainstream media, the mainstream diplomat had all said was impossible and was made up and was anti-Korean rhetoric, turned out it was true. I compare it to if you all of a sudden discovered one day that all the alien abductions you've been reading about in sort of cheap magazines turned out they were all true. 最初日本の代表団が来て、この一時帰国っていう話になった時に、夫は日本に帰って家族と会ってきなさいって、あの時の夜のことを考えると、本当にいても立ってもいられない気持ちになるんですけど、その後から一度も母に会ってないので、まあそれまでは母親が、日本で暮らしていると聞かされていたので、会いたいなっていう気持ちがいっぱいで、その思いを持ちながら日本に一時帰国しました。The original arrangement, as far as I can tell, was that the five abductees returned to Japan. They would spend a week or so there. Then they would go back to Pyongyang, and then their families would go and visit them in Pyongyang. That the original plan fell apart. 確かに気持ちはとても複雑でした。こっちにはもう小さい頃からずっといた家族が日本にいて、その反面また北に行って新しい家族ができて、夫がいて娘たちがいてっていう、もし帰らなかったら向こうにいる夫と娘たちはどうなるんだろうなっていう、それはもう誰にも言えないぐらい本当にいろいろ考えましたけど。北にいる時にはお母さんは日本にいるっていうふうに聞かされたらしいんで、まあ、日本にいると思ってたらしいんですよ本当に、だから探したかったんじゃないでしょうかね。でもまあ私にとっては、私が真ん中で北にいて日本にいてって家族が2つあるわけですよね、じゃあそのどっちも大切なので。And that was the period under which they were under the most scrutiny, that this period where they're most anxious about getting their kids back, and the Prime Minister of Japan personally meeting with you and saying, I promise you I'll get your children back. But even, some things are beyond his reach too. So it was a very uncertain time. 2年間っていうものは、北に家族を残したままだったので、もう
そのことを考えると心配で心配でたまらなくて。Charles Jenkins defected to North Korea in 1969 when he first met Soga Hitomi. He tried very hard to convince her to be with him and to marry him. But when they got back to Japan, he said to her, look, you know, you were with me because there were no other choices and you did me a tremendous favor. I will understand if you don't want to be with me when we go back. And she said, no, of course I do.日本政府の方にもいろいろしていただいて、とっとと娘も日本に帰ってくることができて、一緒にここで、暮らせることができて、本当に良かったなって今は思ってます。これは北朝鮮が出してきた、めぐみの死亡を証明するために出してきた資料で、1993年に死んだって書いてあるんですが、先ほど話したように帰ってきた5人はこの翌年の1994年まで一緒に過ごしてきた、いたんで、これ自体がもう偽物なんですね。 Everything was unbelievable, and then they gave some ashes and said these are the ashes of a couple of the victims including Megumi Yokota, but there's no DNA in the ashes that belong to her, that belong to others, and mixed inwith possibly non-human ashes too. So it's really emotionally up and down for the families. 皆様の署名の一筆一筆が政治を動かし、そして今正念場となっている拉致被害者救出の、この場所では毎月、第2日曜日、北朝鮮に拉致された被害者を救出するための、街頭署名活動を行っています、街頭署名活動はもう拉致を揺れせば第2第3の新しい拉致が生じる、なので、拉致被害者救出は他人事ではない我々の問題であると。うちの母が3回やブッシュさん、オバマさん、トランプ。まず両親はこの問題を解決することを訴えるために、日本国内はもちろん世界、アメリカに対してもそうですが、もうやることをやった、家族たちもやることをやってきた、で僕もメディアのこうやってきた人間としてはもうやることをやった、あとはもう政府の仕事です。2014年5月ストックホルム合意において北朝鮮側は、従来の立場ある者の拉致被害者をはじめとする全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施するという意思を表明はいたしましたけれども、あれから4年近く経った今でも全ての拉致被害者の帰国に向けた具体的な進展が見られない、全く遺憾な状態であります。安倍総理はさまざまな機会にです、北朝鮮には勤勉な労働力があって資源も豊富である、北朝鮮が正しい道を歩むのであれば日朝平壌宣言に基づいて不幸な過去を清算し、国交正常化への道も開けていく。Do you think the Japanese government did enough work on this abduction issues? If you need a simple answer, no. A lot of people, including me, I think has a right to ask. Now then, Prime Minister Abe, okay, you are the person who became the Prime Minister.Because you said you can settle this issue once and for all. Now, you've been the Prime Minister for the second time for such a long time. What have you been doing in order to settle this issue apart from pressure? ブルーリボンバッジっていうことで、この意味はブルーというのは空の色と海の色なんだね。で、同じ空の下、同じ海のね、海の向こうに家族がいると、もう見るのがつらい、この顔を見るのが、さっき言ったごめんなさいっていう気持ちも含めて、だからもうなんか訴えてんだよね、あんちゃん早く助けてよ、そういうことを
まあ幻想的だけど訴えてる顔つきに見えてね、もうあんまり直視できなくなってきたね。あのこの写真の通りのものばっかりですね、浮かぶのはね、あの年代全部いろいろ、いなくなった時の13歳の時までのこのアルバムにあるのがほとんど浮かぶのはね。母はよく姉がいなくなってからテレビに出ているたまたま写っていた若い女の子とか、もしくはたまたま見た雑誌の中に写ってる若い女の子を見て、自分の恵みに似てると思ったらテレビ局や出版社に電話して、この写真はどこで撮りましたか、この取材はどこで撮りましたかっていうようなことを何回も問い合わせをしてたということを聞いてます。絶望的な中で 何を楽しみにこれから生きていったらいいのかなっていうようなぐらい切ない思いでしたね。言葉には表せないですね、あれはね。どうだったとかっていうことじゃなくて、まあ、絶望ですよね。しかもそのうち5名は生還、あの日本に帰国をされてますけれども、12名はまだ帰国をされていない。大変重大な人権侵害であると同時に、我が国の主権、そして国民の生命と安全かかる大変重大な問題でありまして、テロにも等しい行為だというふうにも思っておりまして、横田めぐみさんという方がおられますけれども、ご本人の夢と希望も奪われ、そして横田家のご家族は40年以上の間引き裂かれ続けていると、こういう状況であります。まあ、あの拉致問題の真の解決は先ほど申し上げましたけれども、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に他ならないということであります。心よりお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。以上が5月3日日本政府主催の国連本部におけるシンポジウムでの生島貴子さんのお姉さん、生島恵子さんのスピーチでした。今年、多分今年何かの解決の兆しが見えると思うんですけども、もうちょっと頑張ってください。弟は確かに帰ってきました。肉体的には解放されました。でも毎日まだ帰ってこない人のことを抱えて生きてるんですね。ですからすごいあるって抑制的なところ、これを言ったら悪いとか、これを言ったらまだ帰ってこない人に影響があるとか、帰ってきたから終わりじゃないってことですよね。日本に来たらまた元の家族と幸せに暮らせる、それを待ってます。もうちょっと頑張ってね。とにかくもう一度この日本の土を踏ましてやらないかんという思いがあるから、それだけで動いてきました。35年間はね、怒るよバカバカ言って、親の言うこと聞かんといとおてえからな。親としては怒って当たり前、あの子たちを日本に返すために30何年間親が他の家族も一緒になってな、一生懸命政府にお願いしてきたやから。 Well, the families are getting old. They're dying off, and the North Koreans are very good at playing the long game, is that they'll wait until the generation that really cares most about the abductions dies off.私の母親は工場で働いてたんですよ。だもんで結構油の匂い、仕事に行くと油まみれになって仕事をしていたので、その油の匂いが今でも頑張って毎日仕事してくれてるんだなと、私たちのためにっていつも思ってます。母ちゃん元気ですか？私は元気です。もう5月になって山は緑がいっぱいになりました。もう一つ、5月は私の誕生日です。いつだったか、看護師の仕事をしている時に寮にわざわざ
誕生日のプレゼントを持ってきてくれましたよね。とにかく元気でいれば必ず佐渡に帰ってくることができます。私もそれまで頑張ります。母ちゃんは頑張らなくてもいいので、ただただ元気でいてください。북한이죽었다고하는분들이살아있다고생각하세요？事実はね、事実、真実の根拠を示さない限りは、それは前提としては生きているということを前提として考えてもらう、これは当然のことなんで、死んだっていうね。